どうも、百瀬です。さあ本日は隋の煬帝を扱いたいと思います。隋の煬帝はですね、皆さんご承知の通り大変に暴君で有名だと、もう暴君中の暴君っていうことで、もう中国のみならず全世界的にですね、もう名を馳せている、もう暴君といえば、中国史上の暴君といえば煬帝だろうということなんですけども、果たしてこれどこまで煬帝が悪いことをしたのか、そしてさらには本当に悪いだけの王だったのかということに迫っていきたいと思います。皆さん、隋っていうのはですね、どこまでご記憶にあるでしょうか。今日はね、隋の楽しいと言いますか、まあこうやって見ていくと面白いなということをご紹介していきたいと思うんですけども、隋っていう時代はですね、高校の世界史の授業でも出てきますよね。世界史の授業では、まあ、この文帝、その煬帝の親父ですね、文帝が中国を再統一をして、でまた科挙始めましたよなんつってですね、で息子に代が切り替わって、で煬帝の時に小野妹子遣隋使来ましたからね、もう隋と言ったら遣隋使の隋でしょう、こう覚えてる人も多いと思うんですよ。で煬帝はですね、この大運河を建設した、この辺りもあったと思いますね。で大運河を建設したけど、まあ、ここで、すごいたくさんの人を動員してですね、国力を損ねてしまった、で、大変に悪名高い、そういう皇帝でしたよ、ちゃんちゃんというようなですね、まあ、こういうことがメインだったんですけれども、隋の時代を理解するのはですね、この何いついつ何やりましたとかね、そういうことよりもこの家族のストーリーなんですよ。この家族のストーリーを理解するとですね、隋っていうのはこの煬一族っていうですね、ちょっとイカれた一族、ちょっとイカれた一族が皇帝になったことによって生み出された、そういう時代だったんだなということをですね、皆さんと見ていきたいと思います。まあ、本日はですね、繰り返しですけども、もうここの一族、登場人物が超重要ということで、ここのそれぞれがですね、重要な役割を担って、で隋っていうとですね、ここの唐、続く時代が唐でね、それが300年も続いたのに比べて、隋はもう40年いかず終わってしまうんですよね。この家族の在り方がまさにこの短命政権、これを導いてしまったと、こういうことをですね、頭の片隅に入れていただけると幸いです。さあ早速本日見ていきます。まずですね、南北朝っていう時代から始まります。またこの戦国の世の中ですね、戦国の世の中を平定したのが隋っていうとこなんですけども、まあこの南北朝ですね、北朝の方で北周っていう国がありました。で煬帝の親父、今日の初めはですね、この文帝、即位してから文帝というふうに名乗りましたけども、この煬権のストーリーから始めたいと思うんですね。でこの煬って言います、この煬権の子供は、息子、男の子は5人いたんですけども、その2番目が煬煬と言います。でこの煬煬がですね、煬帝に当たるわけなんです。だ次男なんですよね。でこの一族の親父煬権がまずどういう人だったかっていうことなんですけども、この北周の時代にですね、自分のさらに親父だから、煬帝からするとおじいちゃんになりますけども、この煬権の親父がですね、武将をしていたと、この北周で、武将をしていたということでした。でこの文帝がですね、自分の長女、だからここには男の子しか書きませんでしたけど、息子しか書いてませんけども、女の子もいたんですね、子息で。で、女の子をですね、まず長女を後々のこの北周の皇帝になる人のお嫁さんに当てたんですよ。まあこれ言ってみれば藤原の道長方式ですよね。自分の娘を天皇の妃にしていくというね、まあ、やり方というか、あの方法ですよ。でそれをやっていって、で頭角を現した人でありました。でですね、この長女が、まあ、後にその皇帝は先帝っていうふうに言うんですけども、まあ、先帝の妃になって、でその先帝も死んでしまうと。で2人の間には子供もいたんですけども、その子供は静帝、静かな帝王と書いて静帝と言いますけど、まあ静帝がですね、大変に幼かったので、
で、自分で即位をして、で、まあ、禅譲してですね、攘夷皇帝の位を引き継いで、で平和的革命によって隋を建国すると、こういう流れになります。ただこの本日の話として覚えておいていただきたいのは、この一家ですね、だいぶクレイジーなんですよ。でだいぶクレイジーで、まあ楊堅もですね、言ってみればもうメンヘラですね。もうだいぶこれはおかしいぞっていうようなところがもう出てくる、まあ、特に今の時代の我々からするとその感覚どうよというところ出てくるんですけども、まあ、そういったところもねご紹介していきたいと思うんですが、まずここでその子供の聖帝から攘夷を受けたと。でその後この聖帝はですね死んじゃうんですよね。でそこも文帝が殺したのかというふうに言われてます。で、まあ、そこはまだ謎には包まれている部分であるんですけども、この北周のですね、残りのまあ何て言うんでしょう、重要な一族を根絶やしにする、この楊堅が、またいつ謀反を起こして国を起こすかもわからないということで、でここでもうサクッと殺しちゃう、皆殺しにしてしまうわけです。で、この煬帝の母親なので楊堅の奥さんということになりますね。でこの奥さんはですね、独孤皇后という人です。で独孤皇后もですね重要人物になっていくんです。本日ここに登場人物もう一回おさらいをさせてもらいますと、文帝楊堅がまずいると。これが隋の時代の初代皇帝、皇帝に楊堅が皇帝になると文帝というふうになりますね。でその奥さんが独孤皇后で、でそこには5人の息子がいたということなんです。2人の間にいずれも生まれた。でまず長男が雄、次男が黄、これが煬帝で、三男が春、四男が周、五男が亮というふうに言ったんですよね。でこの家族の物語なんですけども、そこで独孤皇后がですね14歳でこの楊堅に嫁ぐわけなんです。ただこの14歳とはいえど、とってもねこのしっかり者なんですよ。まずこの独孤皇后はとってもしっかり者だと。で、文帝にですね、自分の子以外は産ませませんと、これ約束してくれということを言ったらしいんです。で楊堅も分かったと。でまあ、実際ねこうやって5人全て、まあ、独孤皇后がまあ産んだということになるんですけども、そういうねしっかり者、これ政治の話をしてもしっかり通じる人だと。で この時はですね二世、二つの聖なる人と書いてですね、二世、この文帝と独孤皇后二人で政治を行っていたとまで言われるほどですね、独孤皇后っていうのはしっかりした人だった。もう一方ではしかしやきもち焼きだったというね、そういう性格もあるんです。でどういうふうなエピソードがあるかということですけども、この独孤皇后はですね、先ほども言いましたこの楊堅にですね、もう自分との子供以外も産まないようにということを言ってましたけども、ある時ですね楊堅ですね、まあ美人の子を見つけてですね、まあ仲良くなったわけです。でそれをね独孤皇后がですね、くっそと、ついに私分かっちゃったわよと、こういう時が来たんですね。それでそれを楊堅にグワーッと言ってですね、あんた何してくれてんのよと。そしたら文帝がこう山の中へ逃げていってしまうという話があったんですよね。でその山の中に逃げていったその時にですね、まあ、その時というか、まあ、どっか違う時、違うところにいた時にですね、その美人の娘を殺害してしまう、またここでも殺害しちゃうんですよ。もうこれ殺害一家なんですよ、ここは。今日はこの楊一家、殺害一家ということでね、覚えてください。もうこの独孤皇后がその娘を殺してしまうと。で山の中に文帝がですね、いても立ってもいられず逃げていったと。で今日の登場人物のここのところ、まだ黄慶という人がいるんですね。でこの黄慶という人はどういう人かと言いますと、まあこれ宰相です。この隋の国の宰相、まあ、司令官みたいなね、政治を司っているそのトップの人です、黄慶。で
文帝が後継に言うわけなんです。もうね、天子になってから皇帝になってからというもの、自由っていうものが全然ないよ、助けてくれ、ね、こういうことを言うんですけども、そしたら後継はですね、いやいやいやと、文帝何をおっしゃいますかと、一夫人のことで天下のことを軽んじてはいけませんぞ、こういうことを言うんですね。一夫人のことでと言うんですよ。でそれをですね、文帝自体におそらく独孤皇后まで行ってしまうわけなんです。その一夫人のことでという言葉が通じてしまう。でここでですね、もともとこの独孤皇后は後継とはもともとは仲が良かったんですけども、あーと私のことを一夫人と言ったのね、まあ、ここでちょっとね根に持つタイプなんで、ここで、ちょっとねひびが入るわけなんです。まあそういう夫人がいた、しっかり者でやきもち焼きのお母さんと、でもう何かあったらすぐ殺しちゃうぞというお父さん、その間に生まれたのがこの5人だったんですけど、ここがまたですね、まあ、家族円満行けばよかったんですけど、全然そういうふうにはいかないとね。もうなんかたまにはね、こう、ああ俺も王室に生まれてみたらどんな風になったんだろうななんていう風に考える時、まあ皆さんありますか？もうね、これを話を聞いたらですね、ああもう下手に王室に生まれなくてよかったなっていう風にね思うと思うんですよ。さあこの息子がね、どういう風にその後人生をたどっていったかということを軽くここでご紹介したいと思いますね。まずこの長男の優なんですけども、この優はですね、本来であれば皆様もお察しの通り、本来であれば、まあ、世継ぎなんですよ。文帝の次の皇帝はおそらくこの優だろうと、長男ですからそうなりますよね。でもそうはならなかった、まあ、なぜかということ、まあ、後々やりますけども、まずちょっとこの人贅沢をしていたんですね。で文帝はそういう贅沢をする人が嫌いだったんですよ。自分自身もそこまで派手なタイプではなかったし、この独孤皇后がまずそうですよね、まあ、他に女作るのよというふうに言っている人ですから。でちょっと贅沢をして、でこの自分のお妃、正式なお妃がいるにもかかわらず、まあ、別のお妃とですね関係を持つ。でそのことが2人にバレてしまってですね、まあ2人が優はどうかなというふうに思うことが多かったと、こういう状態なんですね。で2番目の孝はどうか、これが煬帝ですけども、この孝はですね、まあ、なんといってもこう立ち回りがすごくうまいんですね。で見かけは少なくとも見かけを質素にする、そうすると両親が喜ぶだろうと。で見かけは質素でいて、で機嫌を取り持つのが大変にうまかったと、ね、まあ楊堅もどっこもですね、孝のことはおおと、昔からそういう感じだったらしいんですよね。まあ、順調に育ってるなと。で3番目旬で、この3番目はまた贅沢だったんですね。で贅沢好きで、で30歳で死去しています。でこの死去の中身については、この詳細は分かってません。何かあった。で4番目衆で、この衆はですね、武芸に優れていたんですけども、ちょっと荒くれ者みたいなところがあってですね、で、まあ悪行をやってしまうこともあると。でそれをですね、ある時家臣からチクられてね、あいつダメだっつって、で一家破門になってしまうんですね、衆。はい。で5番目の五男の梁っていうのがいます。で梁はですね、文帝とすごい仲良かったんですよ。仲良かったんですが、後々この孝と対立をしまして、で幽閉をされてですね、閉じ込められて最後殺害をされると、こういう結末を迎えるんですね。で、この5人の息子と、そして後継、ね、文帝の妻子で、要素っていうのが出てくるんですよ。で要素っていうのがですね、この後継の後の妻子というふうにひとまず覚えておいていただきたいと思いますね。この煬帝の時の、まあ、煬帝が仲良かった妻子が要素だと、こういうことですね。さあこの登場人物の中で、さまざまなこのやり取りと対立と、また殺害事件まで起こってくるわけなんですね。
さあ文帝があそこで581年に隋を建国してですね、まだこの時は南の方にですね、秦南北朝の続きですから秦という国が残っていました。でこの秦をやっつけなきゃいけないということになってですね、よし、まあ、攻めるぞということになったんですね。でこの時に総司令官を任されたのが時の楊公、楊代ですね。楊公がですね20歳の時に、秦攻略の総司令官を任されたということなんですよ。いやもうすごいですね。もう20歳で総司令官ですよ。今、まあ、私も20歳くらいの時はですね、まあ、大学だなとかでモラトリアムだななんつってね、まあ、暇だなとか言ってこう、まあ、典型的なね、まあ、大学生っていうかやってましたけども、まあ、そんなんじゃないと、もうこの時代はもう公は20歳にして総司令官だと。で総司令官で攻め入ったんですね。で煬帝と、まあ、親父の文帝がですね、まあ、どうやって、この秦に攻め入ろうかということを考えてですね、最初の後継に、まあ、どうやって秦を攻略していくかなということも相談したらしいと。そしたら後継は、まあ、頭が大変に、まあ、素晴らしく働く聡明な人だった、有名な人なんですよ、この後継っていうのはね。で後継が言うと、そうですねと、まず南の方と、まあ、北の方とその、まあ、農繁期、まあ、収穫農業の収穫の時期違うんでね、でこちらの農業が、まあ、収穫を迎える時期に、でそこを攻め入りましょうと。で収穫をさせず、で向こうの食料をまず断ち切る。この南の方っていうのはですね、そのかやぶきの屋根とかそこう建物はあるけど、食料を貯蔵しておく穴とかね、そういうものは使ってないんで、全部こう建物を壊していけばいいっていうことで、まあ、放火、火も使っていこうと、まあ、そういうことも言ったらしいということなんですよね。でもう一個はですね、こちらの南の方で兵を集めると。この攻め入った時に、で兵を集めると、いよいよあいつらさらにこの進軍をしてくるぞということが秦の方に分かるんだと。でただそこでそのまま兵を進めずに一旦武装を解除する、ね、こういうことをするんだと。でそれを繰り返すっていうんですよ。それが大事と。で何を狙ってるかというとですね、まあ、その武装を解除し、でまた兵を集め、武装を解除し、また兵を集めということをやっていくと、秦の方がですね、いつの間にか警戒をあまりしなくなると。あ、いつものあれねと。でいつものように兵を集めてるけど結局攻めてこないでしょというような、そういう流れを作ると、ムードを作ると。である時一挙に攻めるということを考えたんですね。だからそれがいいなということ でそういう作戦で、まあ、順調にもうですね、ただこの時はもう明らかにもう国力が違ったと、まあ、中国もこの当時はですね、もう北がまあ、なんて言うんでしょう、まあ、だいぶ人口も多いしですね、経済的にも北が栄えていると。で、もう人口が多くて、もう秦を攻め落とすのは、まあ、時間の問題と、こう捉えられてた向きもあったので、まあ、少しこう隋の方にはですね余裕があったんですね。で、まあ、後継の作戦に従って順調にこう攻め入っていったということになります。でここで秦を滅ぼすんですけども、まあ、ここでもちょっと面白い話がありまして、この秦のですね主が情けない、こういう人だったんですよね。で秦の主はですね、いよいよこの隋の軍団が攻めてきたということになると、もう不安で不安でしょうがないと。で夜もお酒に溺れ、また音楽も一日ね聴いてたり、まあ、詩文なんかもやったりして、のんきなことをやってるんですが、それはこうストレスがすごい溜まってるんで、まあ、それを晴らすためだったとも言われてます。でこう徐々に徐々に自分のお城にですね隋軍が近づくにつれて、もう毎日泣くようになってたと。もう情けない男だということなんですよね。でいよいよお城の中に隋の軍が攻め込んできた、その時にですねこの主は慌てふためいて、もうどうしようどうしようということで、もう井戸に隠れるとか言ってですね、で家臣がそれだけはやめなさいっていうふうに言ったんですけども、もうやだって隠れるっつってバーンってこう井戸の中に入ったらしいと。で隋の軍が城の中にダッ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 って入ってきて、どこだどこだと、敵の主はどこだと、
いないぞいないぞ。で探し当てると、いやどうもこの井戸がなんか様子がおかしいっていうことなんですよね。で井戸の中に向かってですね叫ぶわけです。いるかって。そしたら返事がない。あ、おかしいなということで、今度石を投げた。石を投げたらですね、開いてと言ったのか、まあ、なんか反応があったらしいんですよ。まあ石って言ってもなんか大きいのでしょうね。大きい石投げたらなんかあったと。で反応があったので、あ、これは絶対この井戸の中にいると、ということでですね、ロープを井戸の中に投げ入れて、でこれを伝ってお前上がってこいということになったと。で、こう反応があったのでロープをこうしっかりと、こう手繰っていったらですね、これはなんかめちゃくちゃ重たいなということになったらしいんですよね。なんだこんなに巨漢なのかと。でそしたらですね、その皇帝がこう女性を2人抱きかかえて、正式なお妃ともう一人の妃を抱きかかえて、それ3人で上がってきたっていう話になってます。でこれをですね、この皇と皇兄がですね、いやこいつらもどうするかということになって、で、まあ皇の方はですね、そのお妃を助けてやろうというふうに思ったらしいんですけど、皇兄がそれはダメだということでバサッとお妃を殺してしまいます。で主の方はそのまま隋の都に連れてきて、まあ後々10年ぐらいね生きたという話なんですけども、まあいずれにしてもそうした流れでですね、この秦は滅ぼされていくという話になります。さあここで秦がいよいよ滅んでですね、中国が統一をされました。まあ世界史の教科書でもここは出てくることですけども、科挙がですねここで実施されるんですよね。まあもともともっと昔にも科挙の原型みたいなものあったんですけども、ここでしっかりと整備をしたのは科挙、官僚をですね用いて国の運営に当たっていく有能な人を当てていこうということだったんですけど、それに勤勉性、宋要徴制、不平性ということですね。ここまあ勤勉性というのは土地の話ですね。で土地をどうするかという話と、宋要徴っていうのはまあ税金です。で税金もどうしていこうかと。で不平っていうのは軍隊ですよね。でその辺をしっかりともう一回整えて中央集権でやっていきますよということだったんですね。でもともとはこの文帝っていうのはですね、武将ですから、武将の一族で来てますから、もう政治をしっかりこうやってたのは皇兄とか、まあ、その辺の政治に携わる人たちがですねこの辺を整えていって、で後々までこの辺はですねしっかりと引き継がれていって整備をされていくということになってます。でここでですね皇兄が力をしっかりと発揮をしていくんですが、まあここで皇兄にもですね失脚する時期が来てしまうわけなんです。